まさか飛んでる町とはね。それ以前にあのバカでかいの何？生物みたいだけど。ふわふわクラゲさんじゃ。あれもエンテレケイアだそうよ。話をしたことはないけど。エンテレケイア？それがなんで町を丸ごと飲み込んでんだ。さあ、そこまでは知らないわ。こんな町があるなんて全く知りませんでした。気が遠くなるほど長い間外界との接触を絶ってきた町だからね、ミョル様。このまま近づいても襲ってきたりしないよね。大丈夫、バウルがいれば中に入れてくれるはずよ。なんか不思議な景色だよね。ちょっとあれ、クリティア族がたくさん。か、歓迎されてない？こりゃ驚いた。本当に外から人がやってきたぞ。あら、まあまあ。ミョルズを呼んだのはあなたたち？おやおや、これはまた妙な感じだ。変わった飾りをつけてるね。ちょっとあんたら、あ、いい加減にしなさいよ。あなたみたいな小さな子がどうやってここに来たの？あんた言われてるわよ。ん？リタッチもでしょ。この魔物ってひょっとしてエンテレケイアかい？バウルよ。忘れてしまったの。あら、あなた何年か前に地上に降りた。確か名前はジュディス。そう、ジュディスよ。何かすることがあったのよね。それで。もういいかしら、長老様に会いたいのだけれど。そりゃもちろん、好きにするといい。また散歩してるかもしれないけどね。なんかおかしな連中だな。ああいうのは失礼って言うのよ。リタが言うんだ。基本的にクリティア族ってああいう人たちなの。ああいう人？明るくて物おじしない、楽天的で楽観的、良くも悪くもね。地上に住んでるクリティアもあんな感じじゃ。人間と一緒に住んでる分、地上のクリティア族の方が少し擦れてるって感じかね。で、長老ってのもそんな感じなのか。なんていうか、まさにおかしな人の長老って感じかしら。なんかすごい人っぽいね、いろんな意味で。会ってみてのお楽しみだな。街があるなんて驚きなのじゃ。私の知らないブラスティアがたくさんある。ブラスティアを作った民、どうやら本当ってことか。そうね、こんなブラスティアを見せられればその話も信じられるわ。お嬢ちゃんの力を何とかする方法、ここで案外さらっと見つかったりして。そうだったらいいんですが。動いてないね。コアがない、コンテナだけだわ。この町はブラスティアを捨てたの。ここにあるのはみんな大昔のガラクタよ。どういうこと？それがわしらの選んだ生き方だからじゃよ。お久しぶりね、長老様。外が騒がしいと思えばお主だったのか。戻ったんじゃの。
この子たちは私と一緒に旅をしている人たち。ほう、これはブラスティアですな。もしや使ってなさる？ああ、ボーディーブラスティアを使ってる。ほう、わしらと同様、地上の者ももうブラスティアは使うのをやめたのかと思うていたが。ここのブラスティアも特別な術式だから使ってないんです。ブラスティアに特別も何もないじゃろ。そもそもブラスティアとはアパティアを砕き、そのかけらに術式を施してコアとし、エアルを取り込むことにより。ちょ、コアがアパティアを砕いたものって？さや、そう言われておる。アパティアの力はそのままでは強すぎたそうな。それでなくてもいかなる宝石よりも貴重な石じゃ。だから砕き、術式を刻むことで力を抑え、同時に数を増やしたんじゃな。コアとはそうして作られたものと伝えられておる。皮肉な話だな。うん、ブラスティアを嫌うエンテレケイアの生み出すアパティアがブラスティアを作り出すのに必要だなんて。フェローがアパティアの話をしなかったのは触れたくなかったからかもね。長老様、もっといろいろ聞かせてもらいたいの。俺たちはブラスティアが大昔にどんな役割を演じたか調べているんだ。もしそれが災いを呼んだのなら、どうやってそれを収めたのかも。ミョルゾには伝承が残ってるんだろ。それを教えてくれないか。うん、いいじゃろ。ここよりわしのうちにうってつけのものがある。勝手に入って待ってなされ。のよい、どこ行くのよ。日課の散歩の途中なのでな、もう少ししたら戻るわ。アパティア、ブラスティア、エアルの乱れ、エンテレケイア、いろいろつながってきやがった。伝承ってのを聞いたらもっといろいろつながってくるかも。長老様の家は屋根の色が違う、あの大きな建物よ。わかった。パーティー行くわよ。おう、行くのじゃ。本当に勝手に入っていいんでしょうか。本人が入って待ってろって言ったんだからいいでしょう。やっぱりクリティアの人ってなんか変わってるよね。のほほんとしてるというか、マイペースというか。おかしな人たちでしょ。ジュディスもなんとなく似てるけどね。おかしいわね、ずいぶん違うと思うのだけれど。パティもノリが合いそうだね。それじゃあここに住むのもいいかもな。ただいま。あ、おかえりなさい。待たせたの。それじゃあその奥に行くとよい。これこそがミョルゾに伝わる伝承を表すものなのじゃよ。でもただの壁だぜ。ジュディスよ、ナギーグで壁に触れながらこう唱えるのじゃ。霧の間に間に浮かぶ夢の都、それが現実の続き。霧の間に間に浮かぶ夢の都、それが現実の続き。これは。ほう、ナギーグってのはこんなこともできんのね。ナギーグを知ってなさるか。この力と宮殿の秘文により、この壁画は真の姿を表すのじゃ。なんか不気味な絵だね。クリティアこそ知恵の民なり、大いなるゲライオスの礎、
古の世の酒火となり、されど賢明ならざる知恵は災いなるかな。我らが手になるブラスティア、天地に恵みをもたらすも、星の地なりしエアルを怪我したり。やっぱりリタの言った通り、エアルの乱れは過去にも起きていたんですね。こいつがエアルの乱れを表しているのか。世界を食べようとしてるみたい。はあ、大量のエアルが世界全体を飲み込むかのようだったという。エアルの汚れ、こうじて大いなる災いを招き、我ら恐れもってこれを星はみと名付けたり。星はみ。ここに世のことごとく一丸となりて星はみに挑み、忌まわしき力を消さんとす。ねえ、ひょっとしてこれエンテレケイアを表してるのかな。魔物みたいなのが人と一緒に化け物に挑んでるように見えるね。結果、古代ゲライオス文明は滅んでしまったが、星はみは沈められたようじゃの。その点はわしらがこうして生きていることからも明らかじゃな。要するにこの絵はその星はみを沈めてる図ってこと？これは何じゃ？大きな輪っかみたいね。何これ？さあの、何じゃろうの。最後なんて書いてあるの？ジュディ。世の祈りを受け、満月の子らは命燃え発、星はみ虚空へと消え去れり。なんだと。世の祈りを受け、満月の子らは命燃え発。かくて世は流れたり、されど我らは罪を忘れず、ここに世よ語り継がん。アスール240。どういうこと？個々の言葉の全部が全部何を意味しているのかまでは伝わっておらんのじゃ。とにかくブラスティアを生み出し、一つの文明の滅びを導くこととなった我らの祖先は、ブラスティアを捨て外界と関わりを断つ道を選んだとされておる。エステル！ほっといてやれ。ミョルゾに伝わる伝承はこれで全てじゃ。ありがとな、じいさん。参考になった。もっと参考になる。どんな料理も美味しくなる幻のキュウリの話があるのじゃが。結構よ。それよりどこか休めるところを借りてもいいかしら。仲間が落ち着くまでしばらくお世話になりたいのだけれど。あ、ならば隣の家を使うとよい。今は誰も使っておらんでの。助かるわ。行きましょう。世界の災い、星はみか。あの伝承からだと、前に星はみが起きたのは満月のこの力が原因とは言い切れないもんだったけどよ。世の祈りを受け、満月の子らは命燃え発ってのは、星はみの原因の満月の子の命を絶ったことで危機を回避したとも取れるわ。でもさ、僕たちが確実に原因になってるヘルメス式ブラスティアを止めればいいんだよね。ヘルメス式だけじゃないかもな。あの伝承からだと、全てのブラスティアがエアルを乱してるって感じだった。違うか、リタ。長老、ブラスティアに普通も特殊もないって言ってた。つまり
違うのは術式によって扱うエアルの量の大小のみってことだと思う。俺たちが使ってるこいつもか。うん、ボディブラスティアは特殊だけど、術式によってエアルを用いる以上どのブラスティアも同じよ。それに術技はどの道エアルを必要とするもの。多分ヘルメス式も満月の子も本質的には危険の一部でしかない。ブラスティアの数が増え続ければ遅かれ早かれ星はみが起こる。エンテレケイヤはそれを恐れてるんだわ。やっぱそうか。認めたくなかった。悪いのはブラスティアじゃない、悪いことに使ってるやつが悪いんだって、そう信じてた。でも違った。じゃあ全部のブラスティアを止めなきゃダメなの？このミュルゾの人たちみたいに？それじゃブラスティア全部捨てればいいのじゃ。船もオールで焦げなのじゃ。そりゃ無理な話だ。ブラスティアはもう俺たちの生活にはなくてはならないものだぜ。シルトブラスティアやアクエブラスティアとか、もちろんボーディブラスティアもな。確かにな。無理なのかな。実際こいつがないとすげえ化け物とかの相手は無理かもしれない。そうだよね。ブラスティアを使ってもエアルが消費しなければよいのだけど、夢物語なのかしらね。リゾマータの公式。なんだそれ。あらゆるものはエアルの消化、還元、構築、分解により成り立ってるんだけど、そのエアルの仕組み自体に自由に干渉することが可能になるはずの未知の理論が予想されてるの。それを確立するために世界中の魔導士が追い求めてる現代魔導学の最終到達点よ。それがリゾマータの公式？確立されればエアルの制御は今よりずっと容易になるはず。もちろんエアルから変換された力をまたエアルとして再構成するような未知の術式が必要だけど、でも現にエステルの力はエアルに直接干渉してる。リゾマータの公式に一番近い存在なのはエステルなのよ。公式でエステルの力に干渉して相殺すれば、あるいは。なんだかよくわかんねえが、その公式ってのにたどり着けばエステルは安心して生きていけるってことだな。増えすぎたエアルも制御できれば星はみを招くこともなくなる理屈ね。すごいよ。もう難しいけどすごそうなのじゃ。でその世界中の学者どもが見つけられない公式ってのを探すっての？それこそ夢物語でしょう。絶対たどり着いてみせるわ。エステルのためにも私のためにも。そうかい。あれ、どこ行くのレイブン？散歩よ。世界を救うとか魔導学の最終到達点とか話が壮大すぎておっさんちっとついていけないわ。公式もいいけど、こうしている間にもエアルの乱れは大きくなっているわ。そうだな。とにかくヘルメス式ブラスティアを作ってるやつ見つけ出さないと、本当にフェローの言う通り手遅れになっちまう。それこそどうやって探すのよ。アパティアを狙ってる連中、そいつらを追えばたどり着く。コアはアパティアからできるんだからな。フレインやナンたちだね。ああ、戦うことになるのかな。向こうの出方次第だな。何？ブラスティアが動いてる。どうして？コアが装着されてる。ここに何か文字が。キネスブラスティア。つまりそいつで誰かがミョルゾから出たのか。そういうことになるわね。でもここのブラスティアは全部捨てられて動かないものではないのかな。ええ、そのはずなんだけど。
ほう、なんとブラスティアが動いているとは。これは一体何事かね。誰かが町を出たみたい。エステル、エステルはどこ。おっさんもどこ行ったんだ。え、まさか二人が。どういうことじゃ。ここのブラスティアは皆肝心のコアをとうの昔に失ったものばかりのはずじゃが。多分外からコアを持ち込んだのよ。調整なしにただ装着したって動くはずないんだけど、エステルなら別かもしれない。エアルに直接干渉できるのならコアの術式に合わせてエアルを再構成することもできるかも。でも一体どうして。長老様、私たちの仲間が町にいないか、みんなで探してもらえないかしら。うん、いいじゃろ。俺たちも探そう。やっぱり二人ともどこにもおらんの。一体どうしちゃったんだろう。とにかく降りて探さなきゃ。降りてと言っても世界は広いのじゃ。闇雲に探すのは無謀なのじゃ。二人とも散歩かもしれないぞ。僕たちに黙って町を出る散歩。そんなわけないよ。まあ死ぬ気で頑張るのは生きてるやつの特権だわな。死人や信念も覚悟も。出ろ。いいところだったんですがね。騎士団長直々なんておっさん何者だよ。なんで今になって思い出す。なんか嫌な予感がしやがる。早く追っかけよう。気持ちはわかるけれど、とにかく落ち着いて。あんた心配じゃないの。心配よ。だからこそ落ち着いて考えなきゃね。そうね。うん、わかった。ごめん。何かいい方法ないか。そうさの、ミオルゾの主なら何かご存知かもしれんの。エンテレケアだものね。ブラスティアのエアルの流れを感じ取っていたかも。聞いていたでしょ。教えてもらえるかしら。なんとなくの方角でしか。西の方、砂の海、町、もう一つはっきりしないけど、砂漠の町、多分ヨウムゲンの方だと思うわ。前にデュークと会ったコゴール砂漠の町だね。砂漠のあんな何もない町に何しに行ったのかな。すぐに向かおう。行くのかね。え、何も辛い役目を負うことはない。もう良いのではないか。ありがとう長老様。でも私今辛くなんてないのよ。長老様も外界に出てみればわかるかも。これはどうなってんの。完全に廃墟だよ。昨日今日ってものじゃないわ。もう何百年も経ってる痛み方よ。大火事があって灰になったってわけでもなさそうじゃな。静かに、誰かいるわ。デューク、リゾマータの公式の手がかり。あいつはカドスの喉笛のやつだ。デュークの連れだったとはな。あいつには聞きたいことあるけど、まずはエステルを。逃がしたか。あ、時間がない。残念だがこうなればもはややむを得んだ。アレクセイ、なんでこんなとこに。ほう、姫を追ってきたか。よくここが分かったな。エステルがどこにいるか知ってるの。
何するんだよ。何の冗談だ、騎士団長さんよ。君たちには感謝の言葉もない。君たちのくだらない正義感のおかげで私は静かにことを運べた。古くは海賊アイフリード、そして今またバルボス、ラゴン、皆それなりに役に立ったが、諸君はそれを上回る素晴らしい働きだった。全く見事な道化ぶりだったよ。だがもう道化の出番は終わりだ。そろそろ舞台から降りてもらいたい。そういうことかよ。何もかもてめえが黒幕？笑えねえぜ、アレクセイ。騎士団長。もう一人の道化も来たか。フレン。騎士団長、なぜです？帝国騎士の誇りと言われたあなたが、なぜ謀反など。謀反ではない。真の支配者たる者の歩むべき波動だ。ヨーデル様の信頼を裏切るのですか。ヨーデル殿下。ああ、殿下にもご退場願わないとな。バカな。マイロード、準備が整ったようです。イエガー。ご苦労。では私は予定通りバクティオンへ行く。ここはお前に任せる。ヨーデルの始末もな。イエス、マイロード。待て、アレクセイ。逃がすかよ。通さない。邪魔するのならどきなさいよ。ユーたちのプリンセスもバクティオン神殿です。なんだと。早く行かないと手遅れちゃうわよ。アレクセイとイエガーを追え。はい。アレクセイ、許せん、許せんのじゃ。ユリ、僕らも。ユリ。ユーリ・ローエル、おとなしくしてもらおう。バクティオン神殿はヒピオニア大陸にあるそうだ。ヒピオニア？デズエールの東の大陸ね。エゴ層の森がある。イエガーの言葉を信じるもん。アレクセイも向かったってんならきっとエステルもいるわ。情報が少ないし行ってみるしかないわね。なのじゃ、あの男このままほっとくわけにはいかんのじゃ。どうしたのパティ。そういえばあんた、アイフリードがどうとか言ってたけど、あの男が全ての元凶なのじゃ。あいつを倒せばエステルも戻ってくるのじゃ。でもレイブンは？エステルを渡してどっかに逃げちゃったんでしょ。そんな、レイブンがそんなことするはずがない。現にエステルはさらわれちゃって、あのおっさんはいない。そう考えるのが論理的でしょ。彼も捕まったのかもしれないけどね。とにかく行くわよ、ユウ。ユーリ。フレン、ちょっと顔貸せ。わかった、向こうで聞こう。お前何してやがった。騎士団で上に行って国を正すんじゃなかったのか。アレクセイにまんまと利用されやがって。ドンもベリウスもあの野郎のために死んだってのか。そばにいて全く気づかなかったのかよ。すまない。なぜだ。ヨーデルがアレクセイを信用してたからか。殿下は悪くない。すべてアレクセイを信じた僕の責任だ。ノードポリカでアパティアを欲しがったのもアレクセイの命令だからだろ。ああ。話せよ、何があった。
もう元騎士団長殿に気を使う意味ねえだろ。ヘリオードの軍事拠点化に、マンタイクでの住民迫害、キモールの行動、さらに帝国で禁止されているブラスティアの新開発、すべて騎士団長、いやアレクセイの命令だった。立派な騎士様になったもんだな。国への忠誠、大したもんだ。騎士団長は、アレクセイは昔はああじゃなかった。君だって知ってるはずだ。正しいものが正しく生きていける、それがアレクセイの理想だった。だからこそ僕は。それで自分のやるべきことを見失うようじゃ世話ないぜ。エステルさらわれちまった俺も偉そうなこと言えた義理じゃねえけどな。いや、それも元はといえば僕がアレクセイの本性を見抜けなかったせいだ。疑問を感じながらも騎士として命令を遂行することに固執してしまった僕の思慮の浅さが今回の事態を招いたんだ。嘆くのがあんたの仕事なの？無礼だよ。いや、彼女の言う通りだ。僕は責任を取らないといけない。エステリーゼ様は僕が救い出す。ああ、隊長、それじゃヨーデル様はどうするんですか？今天下の身に何かあったら帝国は。その通りだ。だからこそ我が隊の総力を挙げてヨーデル様をお守りするんだ。ですが隊長は。頼む。ったく、俺はお前にそういうけじめをつけさせたくて怒鳴ったわけじゃないっての。それにエステルを助けるのは俺たちブレイブ・ヴェスペリアだ。なら僕も入れてくれ、ブレイブ・ヴェスペリアに。隊長、騎士がギルドにって、お前冗談きついぜ。親衛隊がエステリーゼ様を連れ去るのを僕は阻止できなかった。僕には彼女を助け出す義務がある。やめとけって。お前にギルドは合わねえよ。けど一緒に来たいってんなら好きにすりゃいい。ユーリ。けど分かってんだろうな、お前の本当にすべきこと。あ、エステリーゼ様を助け次第ヨーデル殿下の護衛に戻る。帝国を混乱に陥らせるようなことにはさせない。すまない、ソディア、ウィチル、ヨーデル様を頼む。できるだけ早くお戻りください。殿下にもそうお伝えします。わかった。ありがとう、ユーリ。お互いな。ちっと安心したぜ、久々にらしいとこ見れてな。アレクセイ、彼がヘルメス式の技術を持ち出していたのね。ああ、良くも悪くも一つに繋がったってわけだ。よし、バクティオン神殿に行くぞ。エステルとレイブンを助けてアレクセイのやつをぶっ飛ばす。了解。アレクセイが呼び寄せたのか。あれはエンテレケア、アスタル。アレクセイはまだアパティアを狙っているのね。
逃がされたように見えたけど。ああ、あの遺跡に追い込まれたみたいだった。どうやらあの遺跡がバクティオンで間違いなさそうね。アレクセイ、今度は何を企んでるんだろう。アレクセイが何を企んでるのかなんて関係ないわ。ああ、俺たちはエステルを助けるだけだ。でも、このまま接近するとアスタルの二の舞よ。少し離れたところから降りて近づこう。アレクセイ！イエガーめ、雑魚の始末もできぬほどふぬけたか。アレクセイ、あなたは一体エステリーデ様に何を。エステルを返せ。エステル、目を覚まして。エステル、よかろう。この通り、何の補助もなしに力を使えば姫の生命力が削られる。諸君も姫のことを思うならこれ以上邪魔をしないことだ。アレクセイ、くっそ。どうしてここに。あれからヘラクレスの動きをつかんだんですよ。それでヨーデル殿下が僕らを派遣したんです。きっと助けがいるだろうからって。たく、あの天然殿下、おせっかいにも程があるぜ。そういう貴様のざまはなんだ。散々大口叩いていたくせに。育ちのいいオレキレキと違ってこっちは出来が悪いんだよ。おい、みんなしっかりしろ。あれ、あんたたち。助けてくれたらしい。ヨーデルに言われたんだと。アレクセイは神殿の中じゃ。早く追うのじゃ。隊長、やはり今からでも我々と一緒にヨーデル殿下の元に戻りましょう。そうだよ。申し上げにくいことですが、危険が大きすぎます。今の帝国で最も守らなければならない方、それは。分かっている。騎士としてそうすべきだってことはよく分かっている。なら、これは僕自身のけじめなんだ。エステリーゼ様のこともアレクセイのことも頼む。行かせてくれ。でも頼む。騎士ってのは本当不自由だよな。なぜお前なんだ。なぜお前みたいな奴がフレン隊長の友人なんだ。隊長は私たち騎士の憧れだ。あれこそ帝国騎士の鏡だ。なのにお前と一緒だと隊長は隊長でなくなってしまう。今回のことだって。くだらねえ。そんな話ならそのリンゴ頭とでもすりゃいいだろう。俺たちあんたの愚痴に付き合ってる暇はないんだよ。リンゴ頭？貴様！ソニア、ダメですって。ソニア！これだけは言っておく、ユーリ・ローウェル。お前の存在は隊長のためにならない。
激しい人ね。それじゃあ僕らは引き上げます。フレン隊長のこと頼みますからね。正体撤収するぞ。急いで本隊に戻る。ユリ、さ、早いとこフレンを追っかけようぜ。ええ、あの調子で力を使わされたらあの子もエアルの乱れも手遅れになってしまうわ。あいつエステルを道具みたいに。許せない。行こう。ヨーデル殿下、僕たちのために助けを送ってくれたんだね。私たちっていうかフレンとエステルのためでしょ。来る方も来る方だが、よこす方もよこす方だ。たく、自分の立場を自覚してねえのかね、あの殿下は。そういうお方なんだ、殿下は。今回のことだって人一倍心を痛めてらっしゃるはずだ。エステルのことをかしら、それともアレクセイのこと。どっちもだ。急ごう。焦んなって。何をのんきなことを言っているんだ。どこに敵がいるかもわかんねえんだ、落ち着けよ。そうだな、すまない。ユリたちの方がよほど。気にすんな、お互い様だ。パティ、大丈夫か。大丈夫、極めて大丈夫じゃ。ささ、エステルが待ってるのじゃ。急ぐのじゃ。アレクセイ、アイフリードのことを自分の手下みたいに言ってたよね。確かに騎士団がギルドを雇うこともないわけじゃないが。手下かどうかはわからねえだろ。何にしてもその話は後だ。行こうぜ。似たような部屋ばっかりだな。ひょっとしてずっとこんなんじゃないだろうな。僕ちょっと見てくる。ラピド、こういう長々とした作りは通る者を謙虚にさせるためだと聞いたことがある。つまりこれは参道なんだろう。ちんたらしてる暇ないってのに。落ち着けよ。やっぱりずっと同じようなのがこの先も続いてるよ。ラピードも匂いはわからないみたい。そっか、迷子にでもなったら厄介だな。はい、これ地図作りながら進みましょう。いつも良い。いいね。カロル、頼めるか。うん、地図は得意だもん、任せてよ。間違ったらひどいからね。やだな、そんな。大丈夫だよ、多分。アレクセイに会ったらどうするか考えてるのか。戦わなければならないだろうね。覚悟はできてんだな。正直今でも信じられない。いや、信じたくないというのが本音なんだ。彼はずっと僕の憧れだった。何かの間違いで会ってくれたらどんなにいいかと思っていた。悪いが俺の答えはもうはっきりしてんぜ。分かってる。それにエステリーゼ様への仕打ち、あれは間違いでは済まされない。意義なしだ。ねえフレンさん。
フレンでいいよ。なんだい？フレンはそのユーリのしたこと知っているんだよね。ラゴとキュモールのことかな。うん、心配しなくてもユーリを逮捕したりはしないよ今はね。ってことはやっぱりエステル連れ戻したら逮捕するのかな。ユーリのしたことは帝国の法に照らせば重罪だ。いわば支援で帝国の要人を二人も殺したのだから。重罪、支援って。ユーリは分かっている。ユーリは決して自分のためにやったわけじゃない。でも法とはそういうものなんだ。それは帝国の歪みとは関係ない。迷っているのかしら、どちらが正しいのか。わからない。これは迷いなんだろうか、それとも。ちょっと何やってんの、置いてくわよ。あ、ごめん。あら怖い、行きましょう。神殿っていうくらいだからな。ここで祀られてたもんの像だろう。案外外で見たエンテレケイアを祀ったものだったりして。まさか、だって魔物っていうか、その似てないし。いや、あり得るかもしれないぞ。人間以上の力を持ち言葉を話す存在だ。昔の人間が崇めようと思ったって不思議じゃない。もしかしたらエンテレケアと人間の関係は思ってたより近かったのかもしれないわね。長い長い時の流れが両者を引き離して今のこの状況を生んだのかも。だとしたら僕たちはどれだけのことを忘れてしまったんだろうな。決して忘れちゃいけないことも世の中にはあるのじゃ。パーティー、僕はあんなのが身近にいた時代より今の方がいいかな。親衛隊だ。ってことは道は間違ってないってことだよね。カロル先生、冴えてるな。あの奥にエステルがいいんだろう。あんた隊長なんでしょ、あいつらにどけって言えないの。親衛隊は騎士団長の命令にしか従わない。時間が欲しい、一気に行くぞ。
ユーク、なんでここに。お前たちか、あの娘、満月の子はどうした。アレクセイがこの奥に連れ去っちゃったんだ。なるほどな、そういうことか。あんたもアレクセイに用があるのか。この地のエアルクレーネが急速に乱れつつある。私はそれを収めに来た。収めにって、あんた具体的に何するつもりよ。エアルクレーネを沈め、その原因を取り除く。はっきり言ったらどう？エステルを殺すって。なんだって。ったく、どいつもこいつも寄ってたかって小娘一人に背負い込ませやがって。暴走した満月の子を放置してはおけん。あんたもフェローと同じ石頭かよ。同じ人間同士、もう少し話が通じるかと思ったんだけどな。人間同士であることに意味などない。一人の命は世界に優越しない。その世界ってのもバラシャ全部一人一人の命だろうが。いいか、あのバカで世間知らずのお嬢様は俺たちの仲間なんだよ。部外者はすっこんでろ。あの娘がどれほど危険な存在か知った上で言っているのか。知ろうが知るまいが、義をもってことをなせってのがうちのモットーなんでな。どうしてもってなら悪いが相手になるぜ。いいだろう。ならばフェローが認めたその覚悟のほど見せてもらおう。デインノモスだ。エアルを沈めることができるのはその剣だけだ。掲げて念じろ。そうすればあとは剣がやる。デインノモス。待てよデューク。デインノモスといや、行方知れずの皇帝の証の名前だ。なんであんたがそれを持ってる。なんでそれがエアルを制御できる。あんた一体何者だ。その問いの答えを得ることが今のお前たちの願いではあるまい。行け、手遅れになる前にエンテレケイアが背負う重荷、それがどれほどのものか身をもって知るがいい。かっこいいけど気難しいやつじゃの。あの男、確かガスファロストでも何者なんだ。さあな、敵なんだか味方なんだか。ん？即術式、エステルと同じ。やっぱりその剣。開いた。しかしこれが皇帝の証、デインノモスとはな。ユリ、皇帝になれるね。こんなのただの飾りだろ。それになれたってごめんだね。俺は若いのに欲がないの。あんたが言うのどうかと思うんだけど。失われた皇位継承の証、帝位をめぐる争いも、元はといえばその剣が行方不明になったからだ。まさかあのデュークが盗み出したんだろうか。おいおい、頼むから騎士団が回収するとか言い出さねえでくれよ。わかってる、今はそんな場合じゃない。デュークはその剣でエアルクレーネを抑えて回ってたようだけど。え？じゃあデュークはエンテレケイアと同じことをしてるの？どうかしらね。その剣、さっきエステルと同じことをやってのけた。リゾマータの公式はすでに一度は確立されてた。でもそれならなんで失われたの？ブラスティアが失われたように最悪と関係してる。どうしてそれが帝国の宝物に？わからねえことだらけだが、その件のことはことが済んだ後好きなだけ調べればいいさ。
今はエステルを助けるのが先だ。ええ、急ぎましょう。アスタルよ、自分を祀った神殿で最後を迎えるというのはどういう気分？やめて、もうやめてください、アレクセ。こやつの苦しみを取り除きたいのであれば、あなたの癒しの術でこの者を癒してやればよろしいではないですか。あなたは本当に無力だ。一人では世界に害をなす毒でしかない。それがよく分かったでしょう。エステル、無事か？エステリーゼ様。エステル、助けに来たのじゃ。また君たちか。どこまでも分をわきまえない連中だな。ユイ、フル、みんな。エステル、今助けてあげる。お前たちに姫は救えぬ。救えるのはこの私だけ。ふざけろ。道具は使われてこそその本懐を遂げるのだよ。世界の毒も正しく使えば、それは得難い福音となる。それができるのは私だけだ。姫、私と来なさい。私がいなければ、あなたの力は。アレクセイ、やめなさい、アレクセイ。ジュリス、何がエンテレケイヤか、何が世界の支配者か。やめろ、エステルを離せ。死んだか、あっけなかったな。そんな、思ったより小ぶりだな。まあ、使い道はいくらでもある。そうだ、せっかく来たのだ。諸君も洗礼を受けるがいい。姫が手ずから刺激したエアルだな。なぜ貴様がその剣を持っている？デュークはどうした？あいつならこの剣よこしてどっか行っちまったぜ。てめえなんぞに用はないそうだ。皮肉なものだな。長年追い求めたものが不要になった途端転がり込んでくるとは。そう、満月のことはアパティア、それに我が知識があればもはやデインノモスなど不要。何寝言言ってやがる。つべこべ言わずエステル返しな。姫がそれを望まれるかな。エステル。エステリーゼ様。エステル、どうしたのよ、エステル。わからない。何言ってんだよ。一緒にいたら私、みんなを傷つけてしまう。でも、一緒にいたい。私、どうしたらいいのかわからない。エステル、しっかりするのじゃ。死の子の言うな。来い、エステル。わかんねえことはみんなで考えりゃいいんだ。ユーリ。もう、いかんな、ローウェル君。
ご婦人のエスコートとしてはいささか強引すぎやしないかね。紳士的ではないな。あいにく紳士と無縁の下町育ちでな、行儀と諦めの悪さは勘弁してくれ。今となってはその剣は邪魔以外の何者でもない。ここで消えてもらう。ユリ、みんな、あんたたち、そこをどきなさい。シュバーン隊長、いつも部下に任せきりで顔を見せなかったくせに、どういう風の吹き回しだ。どうしたラピード。やはり犬の鼻はごまかせんか。あ、この声、まさかレイヴン。え、おっさん、どういうことじゃ。冗談ってわけじゃなさそうね。ギルドユニオンの幹部が騎士団の隊長。初めて会った時、まさかとは思ったが。なるほどな、そういうことかよ。そんな、だってドンはね、レイブン。騎士団長だけでなく、あなたまで、なぜです。俺の任務はお前たちとおしゃべりすることではない。レイブン、こっちは急いでんだ。通してくんねえか。それともマジでやり合うつもりか。バカ野郎が。帝国騎士団隊長主席シュバーン・オルトレイン、参る。全力でお手合わせいただけて光栄だな。隊長、あなたと戦う日が来るなんて。君と戦う機会ができた、俺は嬉しい。レイブン、なんで、なんでなの。何度でも言おう、俺はレイブンなどという人間ではない。あんただって大嫌いよ。嫌われたものだ。いつもその調子でやってくれよ。いつもとはどのいつも。僕、レイブンのこと好きだったんだよ。残念、ここにその本人。許してたまるか。敵対する者に許されるつもりはない。こうなれば敵として僕はあなたを倒す。いいだろう、俺も同じ全力で行く。変戦が変戦が。ようやくか。分かった、邪魔する奴は容赦しねえ。でもレイムンだよ。関係ない。シュバーン隊長、これは今の一撃でもまだ死なないとは、因果な体だ。な、何よこれ。ブラスティア、胸に埋め込んであるの。心臓ね、ブラスティアが代わりを果たしてる。自前のは10年前になくした。10年前って、ジンマ戦争。あの戦争で俺は死んだはずだった。だがアレクセイがこれで生き返らせた。あの男、そんなことまでしとったのか。なら、それもヘルメス式ということ。なぜバウルは気づかなかったの。多分こいつがエアルの代わりに俺の生命力で動いているからだろう。ブラスティア、そんな。何、大変じゃ、閉じ込められたのじゃ。アレクセイだ。
生き埋めにするつもりだ。バカな、あなたがいるのに。今や不要になったその剣さえ始末できればいい。そういうことだろ。それでエステル使ってデュークをおびき寄せたってわけか。つくづくえげつない野郎だぜ。ちょっとおっさん、なんでそんなに落ち着いてんのよ。俺にとってはようやく訪れた終わりだ。初めからここを生きて出るつもりがなかったのね。シュバーン隊長。一人で勝手に終わった気になってんじゃねえ。俺たちとの旅が全部芝居だったとしてもだ、ドンが死んだ時の怒り、あれも演技だってのか。最後までケツ持つのがギルド流、ドンの意志じゃねえのか。最後までちゃんと生きやがれ。ほんと容赦ねえあんちゃんだね。なかった。